今までレッスンしてきて、うん、どうしても何をやってもうまくならなかった人とか、うん、そういう人は絶対うまくならないなっていう人っているのかな、うん、いる全然いる言っちゃうのか、もう言った通り全部やるのにうまくならない人っている、言うことを聞いてもならない人も今まで何人かはいたかもしれない。それはゴルフのセンスがその人にないんじゃなくて道具の使い方を分かってないだけ、うん、そうだから俺が言ったことを全部正しくできたとしても例えば内緒とか打てないっていう方はゴルフクラブの使い方を知らないだけなの。ちゃんとした使い方あるじゃない、これをこうやってやってこうやって伸ばすと、それができてないだけなの。だけっていうのは、要はシャフトの使い方だったり、うん、しなり方、うん、だったり、うん、そういうのがうまくないのよ、うん、要は知らないんだよね、うん、道具を。ゴルフクラブはこうやって動くものっていう理解がないのよ、そうだからしなるとも思ってないし重さもこれぐらいって知らない、うん、そういう方は理論をその方にドハマりした正しい理論があったとしても、うん、うまくはならない。当たんないってこと？当たんない、空振りをしちゃう。だからそれイコールクラブがどこにあるか分かんないからね、うん、だから当てようとした時にどこにあるのか分かんないからインパクトできないじゃない。できない。そういうことになっちゃう。今までいたよっていう言い方もあれだけど、うん、いたね。でも今はめちゃくちゃ当たってるかもしれないしね、分かんないけどね、うん、でも始めたての頃っていうかさ、やったことない人ってさ、うん、多分そのなることも知らないしさ、うん、どこにあるか分かんないよ、ね、分かんない、みんな分かんないところからスタートでね、うん、それが分かるようになっていく人と分かるようにならない人がいる。そう、要は始めたての時って生まれてからその始めたてまでどういう生き方をしてきたかじゃん、うん、例えば球技をやってきたのか武道をやってきたのか分かんないけど、道具を使うスポーツをやったことがあるかないかでも違うと思うのよ。だいたい道具を使ったことない方って体使うから、これだったりこれだったり、そう体メインだから。野球だったり何かしら道具を使ったことある人って自分動かないから、テニスとかバドミントン、そう、物に力を任せられる人、そうだからパンっていくのよ。これを走らせてくださいって言った時にこうやってやる人は当たんないから、うん、これ走らせてくださいって言った時にこうやってできる人は上達する、ってか上達が早い、あ、うん、だってこれ動かしてくださいしか言ってないのに、うん、こうやって動かせる人はめっちゃくちゃ効率いいから、頭の中の。そういうことよね。そう、あ、なるほど。そう、でももちろんその球技やられてきてない、道具使ったスポーツやってきてない方って自分の体一本で何かやってきたことが多いと思うのよ。そうすると体を使ってこれをこうやって動かそうとするのよ。そうするとこれ動いてないじゃん。動いてない。だから当たんないの。そういうことなの。そう、だからセンスあるなしじゃないんだよね、知らないだけなのよ。あ、今までにその道具を使った経験というか、道具を使うスポーツをした経験がある方の方が、うん、早いと思う、最初はね、うん、ある程度まで行く時間が早い、うん、でもその体を使う人でもうまくはなる。全然なる、言っちゃえば練習量。あ、そう、うん、でもさっきなんない人の中にはいるって言ったのはその中でも、うん、ずっと分かんないまんまだ。そうあとはそういう教えをされない場合ね。あ、だから今の俺が言ったことあるじゃない。あるそれが伝える側になかったら、うんうん、なんでこの人当たんないのかって当てに行くから、当てに行く教えをするから、うんうんうん、そしたら当たんないから。そうなんだ。当てに行くと当たんないの。当たんない当てに行くと当たんないの。そうだ、スライスに悩んでる人がそれだから、要は当てに行って右行ってるから。そう、当てに行くもんじゃない、これ勝手に当たるもんだから。そこに、そう、あったとこに戻してくれば。そうだから素振りで振り遅れる、振り遅れないが出るわけ。素振りはさ、ボールがないから当てに行かないじゃない。行かない。だから俺振り遅れないって言ってるんだ。ボールがあるから当てに行くからスライスが止まんないの。当てに行くからそもそもでしょ。いや、そもそもっていうかそれ知んねえよ、みんな。だって当てようと思うじゃん。ああ、なるほどね。いや、当てようと思うでしょ、だってボールあったら。トール君の反発していい、うん、俺は思わない、戻そうと思ってるだけ。あ、なるほどね。そう、当てに行ったら手が出るから、当てに行くんだから、こうやって出る
そう。でもゴルフは当てに行かないから。振りに行くだったり戻しに行くからね、ゴルフは。そう、だからスライスの悩みが多い。そう。あ、でも今のは良かったのかもしれない。俺はやんないから分かんない。あ、そうだね、そうだね、そうだね。その素人からすると、うん、いや当てに行ってんでしょって思うけど違うんだね。違う。当てに行った時点でナイスドローはもうさよならした方がいい。うん、ぶっつけスライスかぶっつけフェードしか出ないから当てに行ったら。いや、その感覚大事だね。大事だよ。大事だわ。そうだから。こうやってあげて、こうやってなる感じだから。勝手にこの子が当たる、当てに行くから。そう。自分からこうやって力で当てに行ったら、いい球当てない。よっぽどそういうショットを打たない限りね、例えばパンチショットのローボールとかだったら、ね、100歩譲って当てに行くかもしれないけど、普通のスイングってなったら、それはやんないから。そう。シャフトとヘッドだから、やるのは。これはちょっとあれじゃない？初心者の方とか。上から鱗なんじゃない？うん、これは基本。言ってくれる人がいればね、これを。あ、そっか、まあ、そうだね、うん、そうだね。まあ、トール君あっての答えだな。いなかったらどうと思うし、始めたら。そうだね、そうだね、うん、だってね、ボールなんだもんね、球技だからね。そう、当たんねえな、当たんねえなと思って、うん、だから当てに行くよね。素振りの動画で言おうと思ってたけど、言わなかったね。なんで言わなかったんだ？素振りの動画じゃなくなっちゃうから。違うあれになっちゃうから。そう、でもムズムズはしてんのよ。あ、そうなの？してる。本当は言いたいと思ってる。あ、そうなの？そう、でも言わなかったの。そう、あの家取りしたじゃない。した。そう言っちゃえば素振りは振り遅れないよって登録に言ったじゃない。そう、あの時にその理由として今言ったことも本当は言いたい、うん、そうけど違うネタだなと思った。ボールがあると当てに行くから振り遅れるし、素振りだとボールがないから振りに行くじゃない。振るだけだね。そう、振るだけ、素振りだから。そうだね。そう、だから振り遅れない。あ、素振りだと思って打っちゃう。そう、だからないものだと思えればいいスイングできるよね。じゃあ当たるかも。そう、だから本当はボールがあると2段階になるのよ。ボールに当てに行くから、ダーン、ダーンって振ってんの、自然と。そう。なっちゃうんだ。なっちゃう。誰でもね。それプロでもなっちゃう。なる。だから空振りがガンガンってなるの。ああ。そう。だけど素振りはさ、クラブを振ってるだけだから一定じゃない、こうやって。そう、だから綺麗なの、うん、アンサー動画になっちゃったね。なっちゃった素振りの。そうだね。そう、でもめっちゃいい質問だと思う、それ最初ので。俺がね、違う、期待してた答えは、うん、あの平井君が教えたら全員うまくなるって答えでした。あ、それはまあ基本だよね。基本だよね。その上手くなるっていうのは、もう俺の中ではもう大前提。あ、絶対なるんだ。なる。あとはどれだけなるかの違い。そう。だから1ミリでもなってるし、何メーターでもなってると思うけど、これっていうのがあるの。これだけよっていうのがある。ある。今日は秘密多いんだね。ああ、そうかもしれない。なんかね、秘密っていうかね、あのね、言っていい？あのね、ちょっとね、登録がなんか企んでんですよ。そう。だからね、あんまり言えないんですよ。そう。そうだね。そう。あの、僕と登録でちょっと今後企んでることがあって、そう。それに向けて、あまり多くを言えない部分もあるんですけど、ただ、今までに、そのレッスンに来てくださったお客様で、6人はそれを知ってる方がいます。はい。遠方からレッスンに来てくださった方や、都内からね来てくださった方とか、柏に住んでる方とかも知ってる方いるな。てかそれで上達しちゃった方がほとんど。今んとこ 100% です。じゃあ全員うまくなんだね。俺はそう思ってる。てかその自信があるね。めっちゃしつこいけど、うん、言っていい？もう一回。それだけだから。それは何？その道具の使い方を知らなくてもできるようになる、ね、ちょっとだけ時間ちょうだい。そう、30分ぐらい。あ、うん、最初ちょっと慣れるまでやってもらって、うんうん、でそういうものですよって体が覚えてきたら、あとはアクセル踏むだけだから。まあ、じゃあその日できなくても、うん、ヘッドの重さを感じたりとか、うん、そういう練習をさせて感じられるようにしていくわけだ、うん、週1練習行く人だったら1ヶ月で分かるっていうか、できるようになる。ゼロなわけね。できるようにならない人とか、うまくならない人。そう、うん、それならよかったです、うん、動画になります。あ、本当？うん、ね、いるって言われちゃうと
世に出せねえのなるほどね、なるほどね。何の根拠もないけど、でも本当に動きとしていいショットを打つためにはその動きが必要なことだし、むしろそれ以上もないのよ、うん、そうだからこれだけ言ってんの。それだけなんでしょ。そう、それ以上もそれ以下もないんでしょ。それだけなんでしょ。そう、それにほんのちょっとスパイス入れればいいだけの、うん、スパイスっつってもできない人がいないスパイスねそうだから、うん、いやそれは無理だよっていう意見がないスパイスを加えれば普通に出来上がるから、うん、そう、それだけ。ただそのやること自体は辛いよ、辛いしめちゃくちゃ疲れる。つまんない。ああ、もちろんつまんない。ただやっていく上でこんなに早く成長するのっていう楽しさはある。それは絶対だね。だってレッスンでそれをお伝えしてて変わってるのが分かるぐらいだから。2時間で。そうだよね。そう、帰って練習したとかじゃないもんね。そう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 、その場で、ね、場で。だそれをあとはね、そのやっぱお仕事されてる方って練習行く時間がないじゃない。だから辛いのよ、ご本人も俺もね。そうだけど、それがその時間があってたっぷり練習できるよっていう方だったらより早いよね。例えば次の日から毎日それができるんだったら早いんだけど、でもやっぱ辛いし時間かかるし、お仕事されてると行く時間がないから難しい部分も出てきちゃうんだけどね、うん、ただやり方だけはもうビシッと伝えて、うん、それは別に本当素振りでもいいの。あ、そう、うん、素振りでも同じことができる。だから1ヶ月に 2,3 回練習行く人で週に5回ぐらい素振りをする時間があるんだったら結構早いかもしれない、上達はね。でもそれこそタケちゃんだったり、うん、みんなやってるけどね。あ、そうなんだ。そうだ、当たり前のことだから。プロゴルファーには。そう、それやってない人いねえんじゃねえかなあ、そんなレベル。そんなレベル。そう、でもそれを伝える人がいないのと、そうだよね、それはやりたがらない、やりたがらないっていうか教われてないから分かんないけど、それをやらないよね。タケちゃんの素振りなんか見てたら、あ、それしかないんだろうなと思う。だからすごいイメージは出るわけよ。そういう人はタケちゃんに聞いてもらって。あ、そうだねもうだからさ、こうイメージ作ってさ、こうやってこうタケちゃんとかやるのよ。もうあんなのゾクゾクってするもん。あ、そう、うん、めっちゃいいな、フォローと思う。まあ本当それに似たようなことだけど、やっぱそういうことって絶対取り入れてもらいたいことだからやってもらいたいけどね。ぜひレッスンに来ていただければ、はい、1から10までお伝えします。いきなりまた今回もトール君からですね、質問をいただきまして、ちょっとそれについて答えていきました。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。